秋煽りの時期になったので、明日は早起きして早朝にイカ釣りしてみようかなと思います。よし、この辺でやってみようか。かなり浅いからとりあえず表層いきなりえぎなくしたくないし。サマズメだから活性のあるイカがいれば食うと思うんだけど、とりあえず何持ってきてなさそう。内側もちょっとやろうか。よく見えるし。お、釣れた釣れた。やった。3投目か4投目。ああ、よかった。やっぱ朝いいみたい。秋イカサイズ、いいサイズじゃん。でも ちょっとイカが大きくなってきてる。少し前はなんかほんともうこれぐらいのアオリとかが海の中結構いたけど、これならもう十分食べれます。お刺身ちっちゃいやつ結構美味しいです。炭がついた時はこう横着だけど、こうやってパンって叩きつけたら水でこう弾かれて簡単に綺麗になったりします。まだちょっと残ってるけど。あ、よかった。これもちょっと粘ればなんかもうちょっと釣れそう。あ、やっぱこのすごい模様が綺麗。このイカ久しぶりに見た。
イカを締めるのはもう何でもいいみたい、別に。なんか高いの買わなくても。指でもこうやってグッてやったら締まるし。でもあのなんか専用のやつはこうカンナを曲げて戻すやつがついてるから、あれ結構便利です。カンナが曲がっちゃった時とか、なんか100均のやつとかカンナを広げて自分の好みの幅にしてみたりとか。すごいね。一体ここはどこなんだ。ちょっと山抜けて磯に出ました。深そうな気もするけど、でも深そうと思ったらこうせり上がってるとことかあって、そういうとこに引っかかるから、こういうとこは難しい。こういうとこは潜って地形がどうなってるか見るのが一番早いです。グッタ、今見えた。すぐ目の前なんだけど、エギのオレンジのがスーって目の前で食った。これはちょっと小さめかもしれないけど、食べた。2匹目。ちょっとさっきより小さいけど。ここにすごいいっぱいついてるの、これイガイっていうのかな。なんかムール貝みたいな仲間で、これもなんか味が濃くて美味しいらしいから、今度取って食べてみる。すごいいっぱいついてる。ハサマ爪をやって、最初のワンですぐに1匹釣れて、次磯に来たんだけど、磯では何頭か投げて1匹釣れて、あとは結構粘ったんだけどダメでした。でも朝のうちだけでアオリがすぐ釣れてよかったです。まだ太陽もあの山の向こうに隠れてるから涼しくて釣りもやりやすかったです。よし、帰ろう。
こっちの足の方は皮とぬめりをさっと熱湯でゴシゴシっとやって、それで中は生の状態でお刺身にするのが最近気に入ってます。この上後っていうのかな、この水を噴出する部分のとこがこう結構ぬるぬるになってる時が多いから、ここちょっとしっかりこすった方がいいと思います。で、くちばし取って、これで熱湯で霜降りみたいな感じでさっと茹でます。黄身醤油がやっぱ合うなって思います。わさび醤油も美味しいけど、あんまりちょっと醤油を入れすぎない方がいいってことに気づきました。あんまり入れすぎたら真っ黒になっちゃって、ちょっと卵の味がよく分かんなくなるというか、ちょっと多かったかもしれない。このさっと表面茹でた足のとこが結構美味しいなって思います。表面だけ熱が入ってて、中は全部生です。うん、プリプリで美味しい。表面茹でてこすってるから、ぬめりとかが取れて癖がなくて美味しいです。あと耳もこれぐらいの大きさまでなら、前は細く切ってたんだけど、このままでも結構美味しいみたいです。うん。美味しい。全然噛み切れます。